12から13世紀のグスク時代に築城をされたカツレングスク。おもろさ牛には当時の繁栄ぶりからカツレングスクをヤマトの鎌倉と例えている。グスク時代は沖縄、先島諸島及び天見ミ軍島における時代区分の一つ。天見沖縄諸島では貝塚時代、先島諸島は先島戦士時代の後に続く時代区分である。グスク時代は グスクによって代表される考古学的な時代区分で、それ以前は歴史学者によりアジ時代と呼称されていた。開始年代は11世紀ないし12世紀頃、終了年代は琉球王国が誕生する15世紀前半、または16世紀頃までとされ、研究者によって年代範囲が異なる。グスク時代は、城塞としてのグスク、アジの登場、農耕社会の確立、 公益による非善産石鍋やカムイ焼きの電波、そして、天海から先島までの文化圏が統一したことにより、社会的に大きく変容した時代とされるが、これらに異議を唱える者も,もいる。グスク時代が提唱される前は、歴史学者の中原善太が1952年に、執筆した中学生用の社会科副特本、琉球の歴史において、味時代が用いられ、 中原以外の歴史学者もそれに習って使用した。中原は、おもろさうしから、アジ時代は、すでに階級社会であり、アジによる武力支配が行われたと返している。また中原は、アジ時代を、琉球版封建社会として認識し、その後の宮間時代へ続くと述べている。グスク時代という名称を最初に使用したのは、高宮博士守である。 考古学を専門としていた高宮は、当時代の遺跡である城石や集落跡に関連した時代名称を考えあぐねていた。1960年12月、高宮はキャッスルピリオドやキャッスルカルチャーという語句を用いて英文レポートに記載し、アメリカの学会に提出した。高宮は、田和田サダーツが1956年に提示した琉球王国成立以前の 海塚時代晩期を白時代と命名し、1966年に発表したレポートに記載した。その後、1973年頃の愚縮論争から愚縮時代へ、1975年頃からは愚縮が愚クへ呼び名が変化し、愚ク時代となった。歴史学者のコーラ倉吉が1980年発行の著書に使用して以降、多くの歴史学者も、 グスク時代を使用し、アジ時代はほとんど用いられなくなった。奄美、沖縄諸島では、貝塚時代、先島諸島は、先島戦士時代の後に続く時代区分である。また、グスク時代は、先島諸島においては、スク時代、奄美群島は、古代平行期や、中世平行期といった名称も使用されつつある。グスク時代の年代範囲は研究者により異なり、 また年月と共に変遷している。1970年代におけるグスク時代の開始時期は10世紀前後であったが、1980年代は12世紀頃が主流となった。笠本正秀の1972年に発表された論文によると、10世紀に現れたフェンサ仮想式土器は、貝塚時代後期の土器の特徴を持ちながらも、この土器が発掘された遺跡の多くは、 濃厚に適した丘陵上の土地に形成され、さらに中国製政時も出土することから、10世紀頃をグスク時代の開始時期とした。その後の12から13世紀のフェンサ上層式土器は平底で濃厚的な土器へ変化し、鉄器や陶磁器も出土するなど、グスク時代を象徴する生産経済社会に突入したと述べている。しかし、笠本は、 1983年の著書、沖縄のグスク時代には、フェンサ仮想式時の出現年代を10世紀から11から12世紀に訂正し、さらに、角川日本地名大辞典47、沖縄県にも笠本が執筆した、創設グスク時代の項目にも、グスク時代は、西暦1200年前後に始まるのが、妥当と述べている。また、東松久一と、上原聖は、 グスク時代開式を12世紀後半五ろとしている。朝と進むは、城塞として機能したグスクの築城時期を、グスク時代の開式を検討する材料の一つと考えているが、単にグスクの出現時期を、グスク時代の開式とするのは、無意味であると述べている。なぜなら、城塞や集落、廃所といった、祭祀施設などの多種多様なグスクが混在し、どのグスクの出現をもって、 グスク時代の解析とするのかを問題にしなければならないからである。そこで、アサトは、防護のために岩山の頂上部に二重、内し三重に石垣を囲み、また武器や高価な交易品が出土するなど、常裁的に機能した大型グスクに注目し、数千から数万平方メートルの琉球独特の大型グスクが形成された時期を、グスク時代とするのは当然だとした。そして、 朝とは、大型グスクの出現時期と思われる13世紀頃を政治的時代の解析とし、濃厚社会に適した皇帝時が出現した10世紀頃から13世紀頃までを制裁経済時代とした。グスク時代の終了年代は、第1直しが宮間統一を果たし、琉球王国が成立する15世紀前半、もしくは王政が確立したとされる第2直し。 昇進王時代の16世紀頃としている。朝と進むは、島津侵入により、防災機能を持ったグスクが消滅した時期ではなく、文献資料により、明らかにされた、三山の統一、つまり、琉球王国の成立時期を、グスク時代の終末とした。また、東松愚一は、八重山を支配していた公家赤八が、中央集権政策を図った、昇進王によって討伐された時期を、 グスク時代の終焉とした。1980年にコーラ・クラヨシは、琉球、沖縄の歴史区分を5つに大別した。その一つの古琉球の始まりは、米、麦などの穀物栽培が沖縄に拡大、さらに外来からの文化的な変容により、戦死時代と異なる社会的変化の様相を呈する段階とした。そしてコーラは、グスク時代を味時代から、 宮間時代までの年代と一致すると開始、グスク時代は古竜球を前、中、後期の三期に区分した時の前期に相当すると述べている。またコーラが作成した年表に、宮間時代はグスク時代の後半に含まれ、グスク時代すべての範囲を埋めていない。今日において、コーラの設定をもとにした沖縄の時代区分が一般的に用いられている。グスクは、アモ群島から、 先島諸島にかけて点在する城で16世紀前半までに建造された遺構である。朝と進むは、グスク時代はグスクという城塞のような役割を果たした遺構が登場し、琉球王国が形成し始める政治的な時代と述べている。海塚時代後期には立地が防御に適しているが、防災機能を有した石垣や柵などの人工物がない。 グスク的遺跡が見受けられる。その後、城塞的なグスクが登場するようになり、石垣は自然石をそのまま積み上げた野面積みから人工的に石を加工して用いた霧石積みへと発達した。そして既存のグスクを拡張して強化を図ったが、1609年の琉球振興をもって城塞として機能したグスクは終わりを迎えた。 奄美群軍にも沖縄本島と同じくグスクが築かれ、11世紀頃は城塞ではなく、廃墟や集落として機能していたとされる。12世紀頃に沖縄本島内の集落間の争いで統率する者が現れ、後に各地域を治める政治的な支配者となった者がアジの始まりとされる。 高宮広島守ルは、グスクの主であるアジの出現時期とグスクの発生時期が一致するかは不明だが、アジの誕生は、貝塚時代までに遡って考える必要があると述べている。グスク時代の最盛期になると、アジたちは互いに構想を繰り広げ、勢力が拡大し、ついには、アジの中のアジとされる、春年の主が誕生した。そして沖縄本島北部、中部、 南部地域それぞれを北山、中山、南山という三大勢力が統治するようになった。その後、師匠と子、昭和により三山は統一され、琉球王国が成立した。第二直し王党の昇進王時代には、各地に構えていたアジたちを首里城に住まわせ、アジたちに武器の使用禁止を命じ、また異界性により身分を明確にするなど、国王を頂点とする。 中央集権が確立したとされる。これを機に、グスクは遺跡として残り、領主としてのアジは役割を終えた。アマミ群島では、貝塚時代晩期から、グスク時代にあたる11世紀から、徳の島で等、術のカムヤキが生産されていたが、14世紀前半に収束している。また伝承では、グスクの主であるアジは、アマミ各地で構想し、また海賊から住民を保護し、 英雄として称えられたという。14世紀頃から琉球王国が奄美を支配下に置くまでアジは海上流通に従事していたと考えられる。グスク時代は考古学的に確認できる琉球最初の農耕時代である。当時代の遺跡から炭化した米、麦や牛の骨が出土している。李朝実録には琉球に漂着した朝鮮人の見聞録が記され、 15から16世紀頃における琉球の農業事情が語られている。理帳実録によれば、琉球では稲作と麦、属の畑作、そして牛の飼育が行われていたという。稲作は日記作や収穫後に残された茎から再び成長した稲も刈り入れた。彦コバから収穫する方法は、 グスク時代からの伝統的な農法で、奄美から先島までの琉球全土にわたって行われたが、ニキ作は14世紀後半に中国南部から伝わったとされ、沖縄本島のみで栽培された。上述より、朝と進むは、14世紀後半に伝わった稲のニキ作以外の、麦、俗の栽培と、牛の飼育を組み合わせた複合的な農法は、15世紀、 以前のグスク時代にも行われていたと考えている。これら濃厚文化の流星によりグスク時代には人口が増加したと考えられ、グスク時代以降の集落遺跡の数は、貝塚時代のそれと比較して大幅に増加している。貝塚時代後期は、海産物を主とする狩猟採取の時期で、集落は海岸低地に立地するのが大半であったが、グスク時代の集落遺跡は、 石灰岩大地内しその周辺で集中的に分布している。石灰岩大地は麦、族の栽培に適した形として、さらに終焉部の低地は水田を主体として利用されていたと考えられる。また、おののの農作物の性質や収穫時期が異なるため、台風と干ばつによる作物への被害を分散させるのに有効である。こうして、 生産性の高い石灰岩台地に位置した浦添、糸満、泣き人を中心にそれぞれ中山、南山、北山の政治的勢力が形成されたのは必然的であると朝と進むは述べている。グスク時代以降の集落が飛躍的に増大したのは農業用の道具が鉄製に変化したことも理由に挙げられる。海塚時代後期からは九州と奄美、沖縄諸島の間で 貝の道と言われる交易活動が行われていた。奄美沖縄諸島で産出されたご褒羅やニモ貝の貝殻を、それらを送信具として使用する九州運搬、そして見返りとして、主に河原家と交換された。その後の貝塚時代末期からは、螺ンの材料に必要な夜行貝貝殻に需要が移り、当期における奄美群島北部の遺跡を中心に、 夜光街貝殻が大量に出土している。夜光街との交換品として土器の他に東大に鋳造された海源通報、鉄器が挙げられる。貝塚時代終末期になると長崎県の西園木半島から製造された滑石製、石鍋、徳之島のカム焼キ雇用跡群で生産されたカム焼、また中国産の陶磁器も琉球列島全域に流通した。 979年に宋が中国を統一すると宋を中心にアジア各国と貿易が開始された。北部九州で11世紀中央の白磁が大量出土し、この頃から日本は海外と交易し始めたとされる。そして琉球では12世紀頃の中国製の陶磁器が発見され、琉球とキラが初めて交易したとされる1372年。 以前から貿易は開始したと考えられる。そう、元の商船が琉球に赴き、アジと交易し、またアジも、そう、元に交易船を差し使わしたのではないかと思われる。土井直美は、沖縄県那覇市で発掘されたグスク時代の人骨から、沖縄の戦死時代と比較して、グスク時代における人々の骨格は、日本本土の中、近世人と大きな差異は見受けられないと述べている。 そして、問いは、沖縄の現代人の特徴は、グスク時代まで連続的に変化しているが、戦死時代とグスク時代の人々の形質に明らかな差があると指摘している。この問いの研究結果を受けて、福広美は、グスク時代に発生した文化的変容は、日本や中国などから広範囲にわたって南化した人々によって引き起こされたと述べている。また、吉成直樹は、 北からの人々が南下し、グスク時代化意識に沖縄諸島に日本語と同型の言語が広まり、その後先島諸島にも拡大したと述べている。先島諸島の戦死時代は、奄美沖縄諸島とは異なり、台湾、フィリピンなどの南方文化の影響を受けたと考えられる。1950年代に調査したハテルマ島の片原海塚では、社古外星の海の出土し、 先島諸島に南方系の石器文化を有していたことが報告された。グスク時代以前の先島諸島の人々は南方系の言語を使用した可能性が高く、現在でもそれを由来とする言葉が残されている。しかし高梨治は、琉球より南から伝播した文化が存在したという考古学的証拠はなく、少なくとも約6000年前でも沖縄諸島は、 九州の縄文文化の影響を受けていると考えている。グスク時代初期において沖縄諸島に広まったグスク時代文化は徐々に先島諸島にも伝わった。そして先島諸島最南端のハテルマ島に位置する大止まり浜海塚には沖縄諸島にグスク文化が波及してから約一世紀後まで戦死時代の伝統生活が営まれたと考えられ。 その後、先島戦士時代の文化は消滅したとされる。こうして、奄美から先島までは、琉球文化圏として統一され、その後の琉球王国を形成する基礎を作り上げた。車安は、沖縄の多くの歴史学者が、グスク時代のアジは、日本の武士を思い描きながら論じていることに疑問を呈している。琉球内部で構想が起こるほどの対立が発生したとは考えにくく。 また、日本や中国との対外防止そして、車は、この自説を踏まえ、グスクは、軍事的な施設ではなく、アジア住民にとって象徴的な建造物であろうと、述べている。さらに考古学者が主張してきた、琉球における、本格的な農耕社会の確立についても、疑問を投げかけている。遺跡から担々米、牛や馬の骨が出土したというのは、事実を否定しないが、ただ、 これらの証拠のみで本格的な農耕が行われたとは断定できないとしている。グスク時代以降の琉球の農業状況は決して良くなく、琉球王国が農業政策を奨励しても農具すら十分に普及していない集落も存在し、さらに昭和初期における沖縄の農業技術は全国と比較しても低水準で、肥料の質は貧弱で農具も未だに幼稚であったとされる。 これらより、クルマは、グスク時代以降における農業状況から、グスク時代の農耕の様相を大きく見直す必要があると述べている。そして、クルマは、社会情勢も判明せずに、意味ありげに使われている、グスク時代の代わりに、琉球古代という時代区分を提案している。東間つぐ一は、貝塚時代後期より、琉球の内部で、独自の発展を遂げて、 琉球王国を成立させたとする朝と進むの内的発展論を支持していない。この内的発展論は朝とをはじめとする他の考古学者や研究結果を受け入れた沖縄県民にも浸透している。東馬は活石製石鍋やカムヤキ、中国産の陶磁器の分布に着目し、琉球の人々が意欲的に交易したのではなく、 琉球の外部から訪れた商人が品物を供給したという外的な影響により発展したのではないかと考えている。また、高梨治は、奄美群島の遺跡を調査し、沖縄諸島よりも先行して、奄美から社会的変化が起こったとし、これを踏まえて、高梨は、日本側からの働きかけにより、グスク時代における文化は形成されたと述べている。東馬は、 14世紀頃に琉球と現在の中国、福建省との交流が盛んになり、その後の15世紀頃には明朝と関係を深めた政治的勢力が沖縄本島に出現し、彼らが琉球国家を形成したとしている。沖縄における農耕の開始を直ちに農耕社会の成立とみなす見解は、イハフユーが提唱し、コーラ倉吉らに継承され、 根強く定説化されているが、車康夫、富山和幸、吉成直樹らにより、以下のような異論が提出されている。映像の指示により建造されたと伝えられる、浦添え用ド本説では、沖縄本島内で、中山、三北、三南の三つの小国家に分立した、宮間時代以前の応答について記述する。 サイオンが編集した中山予典には琉球開脈の際に現れた男女の子孫から誕生した天帝氏の長男が天孫氏として琉球を統治したと記されている。また、羽地長州の中山予官には天孫氏の末代の王が進化に殺害され、当時の浦添屋寺であった美琴氏は家臣を引き連れてその進化を討ち取り、その後人民から王へ推挙され、 春天王となったとしている。春天を初代とする、春天王党は三代までで、最後の義本王は、裏添味の栄祖に王権を禅上したとされる。栄祖王党四代目の玉清王は酒に入り浸り、執務をろくにせず、その結果国は、乱れ散々に分立し、中山王となる。そして、王党最後の西王は洋君であったため、母皇の政王政治によりますます乱れ、王の死後に、 英宗王党は廃され、裏添味のサットへ政権が渡された。文献に記されている王党に関して、民との交易を開始したサット王党は確実に存在し、天孫氏と春天王党は実在しない伝説上の人物であるとされている。しかし、英宗は実在した可能性が高く、もしも存在していたのならば、琉球全土を統治する王ではなく、 一地域の浦添の味に過ぎなかったと推測される。また、中山予布には、天孫氏が王として君臨した際、王党首里に定めたとしているが、実際は、永宗王党以前の居城は、浦添えぐすくで、佐藤王もしくは宮山統一後の第一直しが、首里城に遷としたと考えられる。1996年から2004年にかけて、浦添え用の発掘調査が行われた。朝と進むは、 この発掘調査により、映像応答は実在したと考えている。第一の理由に、琉球国由来記に記された、裏添踊れの建造年代と、発掘された河原に刻まれた年代に一致するという点。第二に、建造の際に、多数の人員と、技工職人を指揮し、地方を束ねたアジと比較にならない、大規模の墓を造営したという点を挙げている。朝とは、 大型グスクの上司を琉球の外交文書に記載されていた祭刊という漢語表現を用いている。しかし車安尾はわざわざ祭刊という一般的でない名称を使用していることを疑問に思い、せめてアジとしたらどうかと述べている。奄美群島と沖縄本島ではグスクと呼ばれるが、宮古島ではジョウ、石垣島ではスクと称され、いずれも城の漢字を当てる。 カムイヤキは、徳之島の島民でないと発音できず、しばしばカムイヤキともご表記されることがある。朝と進むによれば、カミヤキという発音に近いという。当時の浦添は、現在の浦添市と宜野ワ市の大部分、那覇市と西原町の一部を含む地域であったとされる。ありがとうございます。